俺の愛車に乗せたくて。あ、マジですか。捕まえ、今何度あるこれ。35.7 ギア。ちょっとすみません、ギアを踏んでもらっていいですか。 OK です。これで、ほら、これだけじゃないですよ。ここまでの経緯をちょっと見てください。スイッチをつけたのはいいんですけど、プラスマイナス分からなくなってしまったんですよね。ちょっと困った時は山です。山思い出したぞ。これをまっすぐ行って左やったね。早く着きすぎたかな。あ、ちょっと早く着きすぎました。作業中でした。これ作業中です。あ、なんか懐かしいですね、これ。フェアリーデッド、すごいですね、作りが。これ、いや、今日はちょっとご相談があってですね、頼るとこはなくてですね、ちょっと電気系を持ってきてるんですけど、配線のですね、説明書全部捨ててしまいまして、はい、プラスマイナスは何とも分かんないんですよね。これ何のスイッチですか。それもご相談しようかなと思って、ついでですね、分かります。さすが、見ただけで分かるんですか。大丈夫です。頼もしい。カメラとかつけたいんですけど。あ、カメラ、ここにカメラがついてるじゃないですか、ここに、はいはい、これを外して、はい、イケスの中にぶち込むってできます。あ、できますよ。車検通らんとかあります。いや、それはないです。カメラあるんですか。あるんですか。はい、ああ、これどうですか。ああ、よいよい、海水に使っても大丈夫。海水に使ったらちょっとダメかもしれない。生活防水レベルしかないので防水にした方がいいですね。わかります。それはちょっとこっちでどうにかしてみましょう。ああ、これなんですけど、いつものイケスですね。イケス、お、何ですかこれ。 LED をつけたいんですよ。ここら辺のライトもですね、前のスイッチで切り替えができるようになったらいいなと思って今工夫してるんですけど。ああ、そして携帯電話につなげるとか仕切らないですよね。これを携帯電話ナビにはつけれるんじゃないですかね、これ。やっぱここ全部外すんですか。そうですね、全部外して。あら、また大掛かりですね、これ。これの後ろ側に端子があるはずなんで。あら、そんな簡単に外れますよ、ネジとかないけど。ネジとか、うん、大丈夫です。うわ、さすが村田さん。このレバーを外さないと。そんなところにあるビスが、イケスに関してはもう日本一になるかもしれませんね。あら、これはすごいね。本当ですか。うわ、ほら、手で。うわ、あらららら、すごいですね。開始3分くらいですよ、これ。決まっとうわけですね。そうですね。うわー、すごい、こんななってんですね。うわ、付属品がいるね、これ。あ、マジですか。あら、これはちょっとアマゾンかな。アマゾンですか。うわー、時間かかりそうですね、これ。お邪魔しますよ、村田さんのところに。どうも、お世話になります。どうも、どうも、お世話になります。お世話になります。どうも、すいませんね、毎回毎回来てですね、最近困ったことばっかりありまして。肝心のやつを持ってきてないような、どこ行ったかな。あれ、ない。今日はお客さんが多いっすね。ちょっとこう、イケスを越えて鮮魚会にしようかなと思ってですね。外したり戻したり、外したり戻したり、すいませんね。いいえ、映してよかったですか。いいっすよ。そんな興味あります。あります。ベンツおるやん、ベンツが。見てくれてるんですか、もしかして。見てますよ。嬉しいですね、石尾さんがおるとは。山なのによう人が集まるなと思ってですね。どうですか、イケス。村田造船でしてもらってるんですよ。
あ、完璧です。この瞬間に入れ込み寄ってもいいですか？はい。配線。こういけすくの大変なんですね。うちの動画もですね、やっと1000本超えて、もうすぐですね、33万3333人になるんですよ。すごいですね。今後の取り組みでですね、何個か大きいのがありまして、もしよかったらですね、この車をですね、水陸両用車にできることできませんかね。水陸両用車。海に簡単に行って釣りがしたいなっていうのがあって。あの船の免許も持ってるんですよ、2級、はいはい、ジェットの免許も持ってるんですよ、はい、興味ないですか、それ。興味ありますけどね。興味あるでしょ、はい、ほらくらぐらかかりますかね。そうですね、2000万ぐらいでできるんじゃないですかね。2000万ですか。うわ、高っ。半分じゃダメですかね、はい、1000万ぐらいできないですか。1000万ぐらいできてたな。クラウドファンティングかなんか、お金集めてこようかな。もしかしてあの金色のおまんじゅうみたいなやつ、あれハンターかなんかですか。先っちょこうやって掃除するやつです。あ、じゃあ金倒しなんですね。金倒し。車の改造は楽しい。プロの仕様は違いますね。続きはバッシュです。そうですね、大変な作業になってますね。表面のガラスを抜きました。あとは乾かさないからですね。ちょっとすりした後表もおらんな。お、ドット君だいぶ乾きましたかね。魚の気配はないですね。そろそろ乾いたかな。早すぎた。今日は何をやられてるんですか。フィルムはちょっと買ってました。何でもやってますね。あ、すごい。失敗したんですけどね。防水っていうかシリコンみたいなのをですね、いっぱい詰めて1週間ぐらいバケツに放置してないんですよ。そしたらなんか曇ってしまうと、だからもう割ってきました。ちょっとやってみましょう。やってみましょう。興味津々だなぁ。前日の続きですね。やりましょう。本当のイケスになってきてますね、これ。釣れた魚をですね、盗撮してやろうっていうコーナーになってますんで。今村田さんが映ってますけど、ぼんやり。映りません。映りませんね。あ、そっか。電源があんまない仕事でしょ、これ。全然ないですね。ごちゃごちゃですね。ごちゃごちゃですね。この前の続きなんですけど、はいはい、船はちょっと諦めたとして、予算が結構かかりすぎるんです。基本的に僕のサイトってエコとかリサイクルとかリユースとか、そういうふうなコンセプトにやってるんですけど、はい、この車をゴミで走れるようにする。ゴミをですね、あ、バックトゥザフューチャーみたいな。そう自然の力を使って走るようにするっていうのは可能でしょうか。どこできますかね、ざっと見積もって。興味あります。うん、できればやりたいですね。できればですね、できることならって。できることなら乗ってきた。あ、乗ってきたぞ。どんぐらいかかりそうですか。これ2億ぐらいかかるんじゃないですかね。2億じゃダメだこれ。それまたじゃあクラウドファンティングかなんかで。から、そうですね、そうですね、配線は終わりましたかね。よかった。もう自分でやってたらもう敗者真っ白ですよ。千秋楽ですね、これ。そうですね、両方にします。おー着いたすごい、ロット君が乗ってる。これで釣り行くのが楽しみですね、また今日も。で、あの、気になる料金なんですけど。あ、大丈夫です。いや、もう連日かかって時間もめちゃめちゃ食っとるし、配線系もめちゃくちゃあのお金かかってるからですね。ちょっと取ってくださいよ。ざっとやってしまったんで。いや、本当。いや、そんなダメですって、絶対。いや、ダメですよ。じゃあもう、今日もポケット入ってるじゃん。ポケットですか。いいですか、ポケットので。それぐらいで。ポケットのですか。ポケットので大丈夫です。そうですか。あれ、今日ポケットいくら入ってたかやね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。あ、ポケットですよね。ここなあるんですけど。今日結構あるんじゃないですか。ここなあるんですけど、うん、今日いっぱいありますよ、これ。ありがとうございます。ここですよね。はい、レシートいいですか。あ、大丈夫です。結構ありますよ、これ。結構あります、ね、結構あるんですけど、これやりすぎじゃないですか。あ、
これ全部もらっていきましょうか。ありがとうございます。なんか勝負に負けたような感じで嫌ですねこれ。10歳で30円ぐらい。ありがとうございます。動画にあったように、うん、でエアコン調整ができるわけです、うん、フリオだよね、はい、でリアオフ、リアオン、温度が変わるわけですね、うん、だいぶ35度に降りてきましたけど、うん、このスイッチをテレビにします。ちょっとすみません、リアオフでもらっていいですか。これで、あのバックのカメラを中に入れてます、うん、でこれで、うん、こっちのスイッチで、うん、電気がつきます。これロット来るよ。ロット来るんですけど、ここに入れて、ちゃんとあのバックのガイド線が出るって。そうですね、あのリアカメラなんで。なるほどね。で次こっちをつけたら、うん、こおどうもうさ、うん、あの天才を通り越えてバカだよねこれね。いやこれは防水になってるわけね、カメラは。あ、じゃあ水張るやん。それちょっと失敗しないですよね、うん、リオ工程で。多分もう皆さん分かってると思うんですけどね、調査だ。お手がロット君が来た。ロット君が来ましたよ。ショーの手まで来た。いろんなやつが泳いでますよ。はい、いけそうですね。